えただいまから安倍内閣総理大臣の平成29年年頭の記者会見を行いますはじ、えー、めに総理からご発言がございます、えー、皆様の質問はその後にお受けいたしますそれでは総理よろしくお願いいたしますはい。えー、皆さん明けましておめでとうございます、えー、昨年は熊本地震台風10号による大雨年末には糸井川での大火災など災害が相次ぎました厳しい 避難生活の中で新年を迎えられた方々も多かったと思います被災された皆様にこれより御見舞を申し上げます本年はどうか平穏で豊かな一年を過ごせるようにとの思いで先ほど伊勢神宮を参拝してまいりましたとかなえた アフリカの地では、国連 PKO、海賊対処、正月返上で国際平和のために汗を流している自衛隊の諸君がいます。その強い使命感と責任感に、新年の始まりにあたって、改めて敬意を表したいと思います。本年は取り年であります。12年前 ああの歴史的な郵政解散がありましたそのさらに12年前は私が初当選した年でありますが自民党が戦後初めて野党になり55年体制が崩壊した歴史的な年でありました佐藤総理が沖縄返還でアメリカと合意し解散・ 総選挙に打って出た昭和44年も鳥年でありました鳥年はしばしば政治の大きな転換点となってきましたそして本年は世界でもさまざまな国のリーダーが後退します変化の一年となることが予想されますそうした先の見えない時代になって大切なことは ぶれないことこれまでの軸をしっかりと貫いていくことであります本年も経済最優先鳥が大空をかけるように颯爽とデフレ脱却に向けて金融政策財政政策そして成長戦略の三本の矢を打ち続けてまいります そしてこれまで延べ100を超える国や地域に足を運んできましたが、空から大地を見下ろす鳥の目のように、世界地図全体を俯瞰しながら、積極的な外交を展開してまいります。あの昭和20年も、鳥取市でありました。我がが国の戦後が始まった年です 戦争で全てを失い。見渡す限りの焼け野原が広がっていました。しかし、先人たちは決して諦めませんでした。廃墟と窮乏の中から。完全と立ち上がり、戦後、新しい憲法のもと平和で豊かな国を今を生きる私たちのため作り上げてくれました。 本年はその日本国憲法の施行から70年という節目の年にあたります。この70年間で経済も社会も大きく変化しました。少子高齢化が急速に進んでいます。バブル崩壊に端を発したデフレは20年近く日本経済に重くのしかかり、 持続的成長への自信はきました世界では戦後の国際秩序だった冷戦が終わりを告げ日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。こうした困難な課題からもはや目を背けることはできません。戦後を作られた 70年前の先人たちに習って、今を生きる私たちもまた、こうした課題に真正面から立ち向かわなければなりません。未来への責任を果たさなければなりません。戦後のその先の時代を切り裂く、次なる70年を見据えながら、未来に向かって、今こそ、 新しい国づくりを進める時です女性も男性も、お年寄りも若者も、障害や難病のある方も、一度失敗を経験した人も、誰もがその能力を発揮できる、一億総活躍社会をつくり上げる。デフレから脱却し、日本経済の新たな成長軌道を確固たるものとする。 積極的平和主義の旗を高く掲げ、日本を世界の真ん中で輝かせる、そして子どもたちこそ、我が国の未来そのもの、子どもたちの誰もが家庭の事情にかかわらず、未来に希望を持ち、それぞれの夢に向かって頑張ることができる、そういう日本を作り上げていく。 決意であります極アサジン極アジさん、極アジさんという鳥がいますこの鳥は冬になると南極に渡って餌を取り夏には繁殖のために北極へと再び渡ります中には一生のうちに200万キロ以上地球と月を3往復できるぐらい 途方ももないいい距離を渡る鳥もいる鳥と言いますべては子や孫の代へと未来を切り開くため渡鳥た,たちは自らの翼で飛び出し自らの力で海を渡りきります誰に助けてもらえるわけでもありません私たちの未来もまた人から与えられるものではありません 私たち日本人が自らの手で自らの未来を切り裂いていく、その気概が今こそ求められています。私たちの小山をその先の未来を見据えながら、本年、安倍内閣は国民の皆様と共に、新しい国づくりを本格的に指導してまいります。今月 20日から始まる通常国会はいわば未来を開く国会でありますそして本年をこの国の未来を開く1年とするそのことをこの節目の年の年頭にあたって強く決意しております最後となりましたが本年が国民の皆様にとりまして素晴らしい1年となりますことをこれから記念をいたしまして 念頭における所感とさせていただきたいと思います私からは以上でありますそれではこれから皆様のご質問をいただきますご質問希望される方は挙手をお願いいたします私が指名いたしますので所属とお名前を明らかにされた上で質問をお願いいたしますえでは最初に内閣記者会の代表の方からお願いしたいと思いますはいどうぞ日本テレビの川上と申しますよろしくお願いいたしますえっと衆議院の解散総選挙のタイミングについてお伺いいたします 総理は年末に来年度予算案の成立を最優先にする考えを示されましたが、それは予算審議に影響を与える通常国会前半での解散はないということでしょうか、そうしますと、夏の都議会議員選挙や衆議院の区割り変更がある中で、衆議院の解散は秋以降になるのでしょうか、総理のお考えをお聞かせくださいえ非常に具体的なご質問をいただきましたが、えー、ま平成29年、今日で4日目でありますが、 この4日間、解散の二度時を全く考えたことはないわけであります今、質問されて初めて、あ解散という言葉が <laughs> 脳裏に浮かんだわけでありますが、全く解散については考えておりません。しっかりとわれわれはアベノミクス、ふかしながら、経済をしっかりと成長させていく、これが私たちに与えられた使命であり、最大の経済対策は、予算の、来年度予算の早期、 成立だろうと思います。今はそのことに集中しながら全力を傾けていきたいと思っています。はい。それでは続きまして三重県政記者クラブの代表の方からご質問いただきます。はい。どうぞ。あの CBC テレビの若尾と言います。よろしくお願いします。えー、去年はここの、えー、三重県で伊勢島サミットがありました。あの地方開催が続いて地方開催が続いていますが、えー、次回日本で行われるサミットでの地方開催についてのお考えや サミットを生かした地方活性化における政府の支援という観点を含めて、お考えをお聞かせくださいまあ初期の頃のサミットは大体首都で行い、そしていわばその会議を行う機能に大きな重視が、機能が重視をされていたわけでありますが、今は首脳のみで強い雰囲気の中で,です、ね、率直な会話をする。そのような リトリート方式が主流になっていますしたがって私も東京ではなく地方で開催した方がリトリート方式にはかなうとこのように考えていましたそこで私はぜひとも G7 の首脳に日本の悠久の歴史文化伝統に触れてほしいその思いから伊勢志摩の地を 選んだわけであります、えー、伊勢志摩サミットでは各国首脳の皆様に伊勢神宮の凛とした雰囲気のを,を味わっていただいたと思っておりますしこの、えー、雰囲気についてです、ね、いい場所を選んでいただいたと本当に絶賛をしていただいたと思っています阿護、えー、ンの美しい出演、えー、を背景にですね、えー 議論を行うことができたと思っておりますし、また、えーまあ、地域活性化観点からは各国首脳にミエ、えー、県ならではのですね、西米とかアービとか日本酒など、えー、今日は知事や地元の議員の皆様におご注目いただきますそれぞれご推薦もいただきまして、<laughs> えー、それぞれのお品物をですね出させていただいて、えー、各国の首都の皆さんに下積みを打っていただいたと。 思っております日本の食の素晴らしさ自然の素晴らしさまたお酒の素晴らしさ世界に発信することができたのではないかとこのように思いますま次回日本で開催するサミットはこれは6年後でございますからこれはま次の総理大臣が決めることであろうとこのように思いますので私から今から予測することはですねどうかということを予測することは 差し控えさせていただきたいと思います。それでは再びあの内閣社会の方からいただきたい。えっと。え、読売新聞の渕上です。えっと昨年8月天皇陛下はタイの意向を示されました。え、政府の有識者会議は、今月中にも特例法で一台限りの対応を実現するよう求める論点整理を公表する見通しです。え、政府として今後どのように議論を進めえ、次の通常国会で法整備を実現するお考えでしょうか。また。 民進党は皇室転換を改正し対応放給制度化すべきと主張しています国会での与野党の議論に何を期待しますかまた法整備にあたり与野党で意見を集約する必要性をどうお考えでしょうかまあ昨年天皇陛下が国民に向かってお言葉を発せられたことを重く受け止めております陛下のお言葉に対する国民の皆様の受け止めを政府としては受け 現在有識者の皆様にご理論をいただいているところであります、えー、国の基本であり、そして長い歴史とこれからの未来にかけての極めて重い課題であり、決して、えー、決して政争の具にしてはならないと考えています、えー。まさに政治家はその良識を発揮しなければならない。 そういうういい課題であろうと考えています、えー、中身や時期などをです、ねえー、予測することなく、まあ、静かな、えー、環境で、えー、議論を深めていくべきであろうと、このように考えておりますそれではあの最後の質問にさせていただきますあの、三重県の県政記者クラブのサイトからお願いします。はいどうぞ 政府も支援を表明されているリニア中央新幹線について、名古屋・大阪間のルートを、ルートや中間駅の決定の見通しについて、おお考えをお聞かせください、えーまあ、リ,ニアリニア中央新幹線は、まあ、日本が世界に誇る世界最先端のお鉄道技術でり、まさに夢のプロジェクトであろうと思います。 日本人みんながワクワクしながら期待を寄せていると思います。名古屋から東京へは40分大阪へは25分程度となりまして伊勢神宮にももっともっと簡単に参拝できるんだろうと思いますがこの夢をですね現実のもとすべく東京名古屋間の10年後の開業を だし、えそして、えー、今工事が進んでいます。え大阪までの全線開業もですね、財政を生かして最大八年間前倒しをいたします。え名古屋大阪間のルート、えそして駅については建設主体である JR 東海が検討を進め環境アセス手続きの段階で公表されると承知をしています。 リニアと新幹線による高速鉄道ネットワークを軸に東京や大阪名古屋をハブとして日本全国北から南まで地方と地方をつなぐ、つないでいく地方創生回廊をつくり上げて全国を一つの経済圏として発展させていきたいそういうことによってです、ね、地域が地域の良さをもっと発揮できるように地域に進みながら 世界にも発信できるそういう日本を作っていきたいと考えています。はい、それではあの以上を申しまして、安倍内閣総理大臣の平成29年年頭の記者会見を終わらせていただきます。えー、皆様のご協力ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。